事故があったのは白糠町佐州市3丁目の国道38号線です。今日午後4時過ぎ、交通事故があり油が漏れ人が閉じ込められているなどと通りかかった人から消防に通報がありました。現場では車同士が正面衝突していたほか、そこにもう1台の車も衝突していて、合わせて3台が絡む事故となりました。消防などによりますと、60代から70代くらいの男性と女性2人の合わせて3人が救急搬送され治療を受けています。現場は片側1車線の路上で、警察が事故の原因を詳しく調べています。